シングルスプラッシュ。パラダイスエピソードからエピソードを選びましょう。見つけます。急に何ですか。こら、おやめなさい。今の声はレオさん。できます。レッツスプラッシュ。レッツスプラッシュ。5、4、3、2、1。誘惑さん、どういうつもりですか。あの、すみません、私、何かしましたか。あなたのカラスに、先祖代々伝わる金のブローチが取られてしまったのです。え、あの子が、服が。私の大事な宝物です。お返しください。少しはやるようですね。デバーキン、みんな、私はもう、オーシット。全力を超えろ。えいや、あ、デバーキン、セイ。よし、よし、力が足りない。何、すみません、レオさん、必ずあの子から金のブローチを取り返します。悪くはないです。
きます。いざ尋常に勝負。ホムラ舞い順次よう。5 4 3 2 1 PPS ナーステージ。ない、私の刀がない。あそこでくるくる飛び回ってるカラスが待ってるで。カーカーと小馬鹿にして、へい成敗してくれるわ。あ、やめてください。あなたは私の友達なんです。そうなのか、ならお前が何とかしてくれ。はい、ご迷惑おかけします。やります。いや、よっしゃ。はぁ、取れ、出てこい。セーフ。はぁ、召喚するぞ。取れ、よし。はぁ、出てきて。視聴者も盛り上がってきたわ。やっほんとだ。またお願いします。やっ、そんな、そっしょ、グッショ、えい、仕掛けます。びっしょびしょになってもうた。あの子、私が怒ったからおへそを曲げてしまったのでしょうか。ホムラさん、すみません。取られたものは取り返してお返しします。当然のことなんですが。
きます。友の天理の忍び衆のリーダー遊撃です。5、4、3、2、1、レッツスプラッシュ。もっと全然いいな。そこも先っちょでもっと。この子、ヨーナさんのティアラはつっついていますね。私の友達がご迷惑を。すぐに止めてます。みんな、私はもうやめちゃダメだよ。すごーい、リョーナちゃんダメになっちゃうよ。カラスがリョーナさんのティアラを持って出てしまいました。ガラス、あなたは私が更生させてみせます。よかったです。まだつまらないの切ってしまいました。
しょ。カラスが加えていったのはキラキラ光る布。いえ、シキさんの光沢サテンショーツですね。リーダーですから。悪くはないです。リーダー熱い。行ってきます。刀は抜かせないで。5、4、3、2、1、あのカラスはどうやらキラキラしたものを狙っているようですね。ですから購買部から光り物を買えるだけ買ってまいりました。さあ来なさい。今度という今度は逃がしませんよ。ここまで人に迷惑をかけるな。友達ながら悲しいです。私も覚悟を決めました。倒す覚悟で参ります。釉薬さん、じゃあな。あなたは武器を手にすると。てめえ、このトリコがこの俺に逆らうなんて、いい度胸してるじゃねえか。せい、えい。はあ、もっとカメラ意識して。私また武器を持って性格が変わっていたのですね。よかったです。やっと捕まえた。どうして
まさか私と仲直りするためのプレゼント。お気持ちは嬉しいです。でも人のものを取ったらダメですよ。さあこれからみんなに謝りに行きましょう。喧嘩したお詫びに光り物を集めて仲直りしようとしたのですね。その友情こそがお前たちのキラキラだな。もう許すから早く私のパンツ返して。本当にごめんなさい。これからもよろしくお願いしますね。またつまらないものを切ってしまいました。みじんじゃ